皆さんこんにちはこんばんはゴッティバドミントンチャンネルですはい本日は国体最強チームランキングやっていきたいと思います今回の国体最強チームランキングっていうのはですね今までのその第1回大会のその優勝チーム優勝都道府県から決めるんじゃなくてあの出身者その都道府県の最強出身者たちを 集めてあのチーム作ってラン,キングをランキングを作るっていう感じのランキングですはい、はい、軽くルール説明ですねまず小学生の時にどの都道府県にいたのかがっていうのが基準でございます、はい、なのでこのルールに沿うと桃田賢斗は中学校の時は福島県ですけど小学校は香川県なので香川県のメンバーになりますはい続いてのルールはですねダブルス シングルス1。シングルス2。という順番になります。ダブルスに出た人の1人はシングルス2に出ないといけません。で、シングルス1の人はダブルスに出せないというルールでえ、今回国体最強チームをこうランキングしていきたいなと思っています。で、今回あまりにもむずすぎるんで、あのちょっと今の段階だとこう順位出せないんで、あのこう語りながら。 えー、ランキングつけていきたいかなと思います。あの本当にめちゃくちゃ悩むんで、あのまずゴッティがこれ最強チームにこう考えられるなっていう候補をあげてきた、あげてみたんでそれを見ながらはい皆さんで、あ皆さんというかまあ俺が順位付けしていきたいと思います。はい候補者はい左からダブルスだけの人、えー、シングルスダブルスとシングルス二に出る人でシングルス 位置に出る人ってていいう順で、えー、候補を上げています選手入場ということでねはい埼玉県遠藤洋之田子健一渡辺光樹東京都渡辺裕太佐藤昌司上田拓磨滋賀県早川健一和野健太常山ン太石川県松井圭一郎増田圭太酒井和正熊本県橋本弘勝園田圭吾小斎一輝は田中雄ま志、あ、これはちょっとあの皆さんに任せますと。まあ 基本的には3人にしか出れないんですけどまあ、小斎さん、田中さんだったら、まあ、まあ実力がだいぶ拮抗してるんでまあ、どっち出てもいいかなってことで、まあこれはオアってやっててやまと、はいえー、で佐賀県、神村武志井上拓と竹下リーチ福岡県、池田慎太郎古賀稔、尾ア、高橋子、まあここも、まあ、さっきと一緒で本当は3人しか出れないんですけどまあ、ここは。あのー 実力が拮抗してるんで、まあ、これはどっちで考えてもいいかなっていう感じですねいやこれめちゃくちゃ最強メンバーだと思いますねいやほんとよくこのチョイスできたなってもうマジ自分で自分のことほんと褒めたいですねまあってことでこのねメンバーでこの7都道府県かなで最強国体都道府県メンバーはどこかっていうのをね決めていきたいと思います ま,あまずこの中で、あのー、俺の中では3つ、あのー、優勝候補がいるんですよ、あのー、埼玉県、東京と滋賀県だと思うんでまずその7位からランキングつけていくんだったら石川、熊本、佐賀、福岡県で、あのー、考えなきゃいけないと思うんですよまず第7位ちょっと決めていきたいと思いますまずダブルスだといやあのー、結構 相性いいなってところは、えー、松井益田と,、えー、と池田古賀だと思うんですよね。あのこれ実実力力はは置いといとてますかね実力は、はいまあ、相性だとそうなんですけど、えー、だってまず橋本園田ってどっちも光栄で河村井上もどっちも前衛であの多分やりづらいんですけど、まあ、その今までこう世界で戦ってきたそのレベルで言うとまあ橋本園田でも。 めちゃくちゃ強いですし、神村、井上でもめっちゃ強いんじゃないかなとは思うんですけど、いやこの4つの中だったら、池田、子が行きたいんですよね、一番こんこの中だったら、ダブルス。いや、でもちょっとこの8名の中だと、増田さん落ちてるんで、増田さんのちょっとレベルが落ちてるんで、あの石川、一番下に下げたいんですよね、このダブルスだと。で、次、佐賀ですかね、さすがに全英はきついと思うんで。 いや俺、次熊本行きたいっすね、橋本、園田でえー次、池田、古賀で行きたいかなと思ってるんっすよね、なんでダブルスだと福岡県があの優勢、あの池田慎太郎、ね知らない方、ね多分いると思うんですけど、中高生あたりでえめちゃくちゃ強かったっすね、あのユニシスの人なんですけど、坂本さんっていう人と組んでた人ですね。あとえーととえ小串用の塩田さんと 池田潮太でミックスやってた方でですねでまあ日本リーグって今今 SJ リーグってなってるんですけど日本リーグっていうのも昔ありましてねあの池田・ユリアンとペアあのユリアンとっていうねあの確かインドネシアの選手だったかな、うん、強い選手と組んでて、えー、と平田・橋本っていうねめちゃくちゃ強いダブルスペアいるんですけどそことねめっちゃ激戦をね 演じ確かていつだったっけなあれマジで2011だった気がするんだよないやまあなんかねこう昔ほこ深掘るとねマジゴッティの年齢バレちゃうんであんま昔深掘りたくないんですけどねただ2011ぐらいだった気がしますね池田ユリアン党でめちゃくちゃ強かったんで、まあ、ユリアン党をそこ古賀選手に変えてもまあまあまあ実力大、まあ、まあ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 保ってられるよねっていう感じで光栄光栄よりかは普通に池田あの 古賀で普通にどっちもできるダブルの方が強いんじゃないかなと思って俺は池田古賀の方が強いんかなと思ってますまあお互い同じ岡垣ジュニアだしね、うん、まあそれ関係ないんですけど、まあ、そういう位置づけでやっ、はい、今回決めたいと思いますはいまあ上3つのダブルスはねもう下4つと比べるまでもないですね、うん、普通に勝てます早川和のうん空旦に勝ったことあるんでね、えー、ヨネックスオープンジャパンの時かなはい えー、渡辺佐藤、うん、もう渡辺勇太、誰と組んでも強いんで、ね、うん、うん、他のここの4つのペアには負けないでしょっ、まあ遠藤、田子はもうやばいですね、うん、いかつい、いかついですね、<laughs> 強すぎる、もうここ3つはダブルスは、まあ、トップ3というふうに考えていいんじゃないかなと俺は思ってます、もうトップ3決まってるようなもんなんで、7から4決めたいんですよ、まあ、だから福岡がダブルス優勢で、次の1進ですね、うん、シングルス1の強さ。 決めたいと思います坂井小財竹下小賀、うん、どうですかね坂井小財竹下小賀どれが一番強いんですかねちょっとね俺の感想を言うとね竹下リーチがここは一番優勢うん俺の記憶上をたどるとね確か坂井一馬さんにもねオーストラリアオープンとか確か勝ってんだよなオープンだっけオーストラリアオープンなんて大会あったっけまあなんか海外の大会で勝ってた記憶があって小財さんにも 確かね2勝ぐらい2勝、うん、1勝2敗とか2勝0敗とか、うん、いや勝ち越してはいると思うんで、はい、多分竹下さんの方が多分強いと思うんですよね俺の中では、はい、いやー酒井さんと小,小西さん戦ったことあるっけああ何だっけ総合とかでやってたか社会人とかでもで酒井さん勝ったんだっけかー忘れちゃいましたけどいやまあ,あ、まあ、酒井さんか えーと竹下堺井古斎古賀の順でいいんですかねあのここのシングルスだったらまあそういう感じでいきましょうかねいやシングルス2っすよねここのシングルス2増田園田井上古賀明。<laughs> マジできっ抗しまくりだろこれどうなんですかねいやこれ普段シングルスやらない人たちだからさ あのどうやって決めるか迷いますね、まあ、前世紀のシングルスのレベルで考えてもマジできっ抗しすぎて、ガチで笑えるぐらいに、ちょっと決まんない。あれ、増田さんは全日本総合取ったことあるんだっけか、まあ、取ってたか。いやもうそれなら増田圭太さんが一番ぶっちぎりで強いと思うんですよね、この中だったら。いやまあでも、佐賀ともしやったら、あのもう2進までいかないっていうね、うん、だそれがあるんで。 いやめちゃくちゃゃく悩ましいですね、はい、あのまあ佐賀と石川でやったらまずダブルスが佐賀取ってシングル竹下さんが取るんで、まあ、佐賀と石川だったらまあ佐賀が強いと、まあ、なんですけども福岡県とまあ石川県がまあ戦ったらまあまあダブルスは福岡取るとして石川がえまあまあまあ酒井さんが取るとしてで続いて古賀選手と増田さんだったらガニサす増田さんの方が シングルス強いと思うんですよさすがにねうんさすがに強いと思うんでだから石川福岡でやったら石川の方が強かったりとかねはい井上古賀も分かんないですねいや井上古賀どうなんすかこれは井上古賀だったらどっち強いですかいや分かんないっすねうん分かんないいやここまでいってもやっぱ分かんないわあの園田さんはあの シングルで確か最初、ナ波入ってきたんかないや、かあの実業団入ったとき、確か最初、シングルスやってたんで、その時はランサーとかも確か2位,だ2位でしたし、全日本社会人も確かベスト4とかで、マジシングルスもできるんで、めちゃくちゃ強いんですよね。悩みますね、これは。もう結論を出させてください。はいえー、と7位、福岡県。はい、で続いて、6位、石川県。で、5位、佐賀県。 4位熊本県でいきたいと思いますまあこの理由はですねまあ園田井上がですね俺は園田選手の方がシングルス強いんじゃないかなと思ってはいそのあのー、熊本を4位にしました、はいまあ、福岡県が7位の理由はですね小川昭選手のまあシングルス2なんですけどシングルス2この中だとまあ一番まあ下にさせていただきたいいや本当にごめんなさいマジで俺の都合な 勝手な都合でこういう順位にさせていただきました。うん、もしかしたら井上拓人選手より小賀選手の方が強いかもしれないですけど、まあちょっとはい。あのまあ都合上、古賀晃選手をあのね。こん中だとシングルス2だと一番下にさせてもらった方がこう。都合よくこう順位つけやすくなるんではい。はい、あとは3から1を決めるだけです。あとは3から1を決めるだけはい。もうダブルスのランキングね。 ママジジででかかららなないいごめんこれあのねあとねちょっと滋賀県メンツ美しくないあの美しくないっていう理由がもう明らかにシングルス2がもうやばいちょっと落ちすぎてるっていうね多合佐藤の <laughs> と比べちゃうとちょっと数のさんがっていう感じなんでちょ美しくないですねもう本当にダブルスと一心で終わらせるしかないっていうあんまりこうね 国体メンバーとしては <laughs> 美しくないんでやっぱダブルスもそこそこできるシングルスプレーヤーと、まあ、ゴリゴリのシングルスプレーヤーでなすからこそなんかねこう国体メンバーとして美しく見えるんでねちょっとこれは行き過ぎてる感じがするんで、ね、俺としては本当は3人したいんですけどまあ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 。 普通に言ったらやっぱ早川和野が一番強いですかねどうですか遠藤多語の方が強いですか渡辺佐藤の方が強いですかねいやーマジで際い。渡辺雄太だって何でもできるじゃん。本当に。うん、誰と組んでも強いじゃん。誰と組んでも。うん。それずるいんですよね。だから佐藤翔二と組んでも強い気がするんですけど、いやもう早川遠藤が多分レベチすぎる。うん。あともう田語さんと組んでるっていうのがレベチすぎる。で、早川和野はあの、滋賀で比叡山から組んでたんでね。 しかもク,クータンに勝ってたこともあるんで勝ったこともあるんでそれ評価しないといけないなっていうことで、まあ、ダブルスはちょっとむずいですね、まあ、シ,ングルスシングルスだったら常山カンタ一強だと思うんですよもうオリンピック出てますし、えー、とスーパーシリーズも優勝したことありますしだからもう他の2人と比べるとやっぱ常山カンタの方が全盛期的に言うと一番強いと思うんで、まあ、常山カンタこの中だとシングルス1だと一番強いなと思ってます。はい で続いてねこの一審で誰を次にさせるかなんですよねうん渡辺幸喜上田拓真悩みますねあのねやっぱトマスカップ優勝に導いたっていうのをね最後三振で決めたっていうその団体のその強さで見ちゃうとやっぱ上田拓真なんですよねいやそこを評価したいですね渡辺幸喜もめちゃくちゃ強いと思うんですけどいやわかんないです普通にやっぱ今の選手たちの方が うん、当時よりもレベルは上がってるんですけど、まあ、いざ、その今回国体最強チームなんでねやっぱ団体強いやつを選びたいんですよね。ってことを考えると上田拓磨でもいいんじゃないかと思っちゃうんですよね。うん、いやどうなんだろうやっぱ実力で比べると本当どっこい,いなんですよね僅差で渡辺宏樹かもしれないんですけど、うん、あのトマス、はい、ねダレンリュに勝って。 導いたっていう功績がでかすぎるんで、も、ま、う、あ、ここもちょっと保留ですかね。うん、上田琢磨が若干勝ってる。はい、え、で、まあ、シングルスは、まあ、もう。見た通りです。はい。田郷佐藤和之の順です。はい。だダブルスなんですよ。ダブルス。いや、マジで。気枠ね。この遠藤渡辺早川。え、田郷。佐藤和之マジで、きわいな。これ。 えだからやっぱそのダブルス専門にしてるカズノさんの方がやっぱ強いんですかねやっぱどうなんですかえ多分一番強いダブルスは早川カズノだと思いますね2番目は遠藤多子で次が渡辺佐藤なんじゃないですかねまあこれは人によって意見変わると思いますけどね俺はそうだと思いますまあってことでそれを考慮するとね順位が決まってしまいましたはい第3位 東京都でございます第2位埼玉県そしてハイアル最強国体チームは滋賀県でございますパチ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 いやこの企画めちゃくちゃ楽しかったですねまたなんかランキング動画語りたいですねはい皆さんもいろいろ意見あると思うんでぜひコメント欄にお書きください、えー、普段ねこういうこともやったりするんでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします ね、もうバンバン感想書いちゃってください今回はそれだけです今回は見に来てくれて本当にありがとうございましたそれでは SEEYUNEXTIME!